こんにちは。土曜日お昼起きてますか？起きてますか？おはよう、おはようじゃないこんにちはか。こんにちは。土曜日のお昼は12時半から FM 岡山ではみなせはみなせ STU48 が放送されます。皆さん聞く準備はできてますか？ということでね、ちょっと今回は初のそのハミアミ STU48 ね、毎週土曜日15分の私が DJ をやっている番組があるんですけど、今回ね初めてね、それの実況をしながら、実況というか聞きながらショールームでもやっていこうかなって思います。まあでもだいぶ時間がありますね。そうです、トラブさんゲスト最終回ですね。まあそれまではちょっとのんびり、まあちょっと説明をしておくと、あのね、まあ県外の方は聞けないんですよ。なのでね、あのこちらのね、このビズ、これビズレディオってやつをね、ラジコじゃ聞けなくて FM 岡山が、こちらをねダウンロードしていただいて、まあ、調べたらですね、はみなせはみなせ STU48 って調べたらこうやって出てくるので、ぜひぜひ皆さん聞いてみてください。赤いアイコンが目印です。でね、これをねパッて見た時に、この私のねこのアプリ欄にちょっとそぐわないアプリが入ってるの分かります？ここに。わかります？何があるか。 TikTok ですよ。 TikTok がね入っているんですよ、こちらに、隣に。ジャンカラぐらい行かせてくださいジャンカラは別に特段変なアプリではないです。 TikTok ですよ、 TikTok、TikTok をね、はい、入れました、さっき。とうとうね、 LINE の魅力、これ LINE の魅力はあの全部広告なんで特に関係ないですね。オキポはね、ちょっとね TikTok に興味あるんですよ。いや、まあなんか YouTube 見ててすっごいなんか TikTok の広告がめっちゃ出てくるんですよね。で、私一回やったことあるんですよ、一回中村舞ちゃんと。でもあのな それは中村舞ちゃんの携帯でやったんですよ。しかも全然あの分かってなくて、その自分のなんていうんですかね、映えさ全くない、まあ、見てくれると分かるんですけど、これが去年の10月に撮った TikTok ですね。ちょっと待って、見せれるかな。全く映えてないんですよ。これを見ていただければ分かるんですけど、
これ何回見ても笑えるけど、絶対多分他人が見ても笑えないんだよね。はい、これがね、まあ、こんぐらい全然映えなかったんですよ。で今回はちょっと映えるちょっとダサいんですよ、深夜のテンションなんでね。今回はちょっと映える TikTok をねやってみたいと思います。ということでちょっと開いてみますね。おーおおお全然非公開にしてるんで、あの他の人に見えることはないですね。ちょっとオキポンはね TikTok 初めての TikTok デビューをやってみたいと。そうなんかね、ゆらちゃんとあゆまんさんがずっと2人で撮ってて、うわめっちゃパリピーって思いながら、あの2人結構パリピじゃないですか基本だから、めっちゃ撮ってるって思ったんですけど、ちょっとねすごいフィルターとか選べますね。どうしようかな。これでよしね、あんま仕組みが分かんない、楽曲を選びます。どうしようかな、楽曲。おダメ演技力面接っていうのがあるので、これなんか聞いたことありますね。ちょっとこれにしようかな。オッケー、なるほど、これでいこう。どうやってやるんだ、あこうか難しい光ちょっとよし、ちょっと緊張するな、ちょっと頑張ろう初めての TikTok デビューです。全然口と合わない。シュールだよね。シュールだね。難しいなこれ。スローにして早送りして、あそれなんかね舞ちゃんが言ってたわ、なんかちょっと難しい、ちょ別のやつやろう、これは難しいね、なんかないかな。あーなんかこれは別に聞かなくてもいけそうだな。ちょっと初見で行ってみたいと思います。あー何これ難しい。難しいわこれちょっともう一回もう一回ちょっとやってみよう。いきます。ちょっとあ間違えた、よしもう一回いこう。
よし、いけたいけたいけた。これを、よし、これにしよう。これに、なんか、これ難しいんだよね。なんかエフェクトをかけれるらしいんですよ。で、なんかエフェクト、難しそうだな。なんかこう、こうなんかすごいいろいろ出せるらしいんですね。どうしようかな。なんかこう、難しいな。ちょっと編集をね、これにこうなんかキラキラとかを出せるっぽいんですね。なんかこうカメラ写真を撮られて決めてるときにエフェクトを出したいんだけど、どうやって出すんだ。おっとっとっと、なんかハートとかないのかな。難しい難しい。やり方が分からん。難しい、どうやって。うんうんうん、お、いいかも。ちょっと待って、ちょっと待って、頑張ってる今。ハート、ハート。あ、間違えた。難しい。お、お、お？あ、間違えた、間違えた。あ、間違えた。めっちゃ間違えてる。これこれこれ。そう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 、で、いけるかな。お、エフェクト出てない。あ、ちょっと出てる。あれ、なんか難しいな。消しました。難しいな。ぽい。ちょっと難しい。別の曲でやってみよう。なんか一個作りたいんですよね。って思ってるんやけど。って思ってるんやけども。なんかいい曲ないかな。難しいね。みんなよくできる。とかどうだ。ちょうどゴゴリバだし。なんか慣れてない感やば。これに、まあいいや、これで、これにエフェクトを加えたいんやけど、私のエフェクトの加え方が下手なのかな。なんかもっと、目の時に何か、
難しい。こんなに難しいのかね。めっちゃ難しい。これ普通にやっぱすっごいな、 TikTok できる人すごいな。ちょっと今ね尊敬してます、世のパリピを。すごいんやな、すごいんやなとか言って、うわ難しい。まあ TikTok はちょっとおいおい練習したいと思います。ほら難しい。なんかねやっぱこう顔だけで勝負するよりは動きがあった方がいいから、やっぱなんかこうなんか上半身だけで踊れるやつとかいっぱいあるから、また今度覚えてみようかなって思います。うん、これは難しい。機械音痴なのもあるしみたいな感じですね。まあ、またちょっと後日に期待ですね、これに関しては。あゆみんさん、あゆみさんと撮りたいね。あゆみんさんうまいからな。ずっと撮ってたよ。だって MV 撮影の日や、あゆみんさんとゆらちゃん。ずっともう二人で撮ってた。それをまいちゃんと端っこでずっと見てて、なんかすごいねって言ってた。すごいねって。ギャルっていうか、なんか若者、若者やなって思う、めっちゃ。私と舞ちゃんマジキモいんだよね、なんか、なんかやることなすことキモくて、二人でなんかそれをね最初はこう何にも思わずやってるんだけど、なんか急になんか、え待って、なんか私らキモいんだけどみたいな感じで我に返るんですよ。なんかこの間もなんか新幹線で舞ちゃんとずっと隣の席で4時間、まあ、東京まで行く間の4時間なんかずっとなんかまあ話をしてて、寝ずに。でなんかそのテンション上がって、なんかこうなんかこうくすぐり合いみたいなのしてたんですよ、新幹線で。なんか舞ちゃんがやめてよって言った瞬間、なんかあってもうほんまにキモいからやめてみたいな、でもこんな19歳と20歳がやることじゃないからマジでキモいって言い出して、なんか それまでずっとキャッキャしてたんだけど、なんか急にえキモいって思って、何やってんだろうみたいな、新幹線で寝てる人もいるのに、なんかやることキモみたいな、なんかもう微笑ましいとかイチャイチャとかじゃなくてもうキモいみたいになって、そういうことが割とありますね。昨日もその、まあ、夜一緒にいたんですけど、部屋でなんかどっちかが脇を触ったらなんか始まるんですよね、そういうノリが、やめろみたいな。で昨日ももうなんかえマジもうやめてキモいみたいな、なんかでも本当にキモいなと思った。言い方悪いけどキモかった。その誰も見てないところでやってるのもキモいなって思って気持ち悪いとかじゃない、もうキモい19歳と20歳がやることじゃなかったなって思いました。
マネージャーとかおらんの？あ、でもその時新幹線の時は3人席でマネージャーと私と舞ちゃんだったから余計キモかった。だからなんかマネージャーのさ昼前でさ新幹線で何やってんのみたいな、マジでキモいんだけどっつって我に返った。確かにキモいね、やめようって言って、うん、急にね年相応に戻るから。その時は気づかないんだよね。でも絶対一日一回割に帰るんだよね。キモくないみたいな、うん、ちょっとね直したいところですね。そこはキモいノリをしないっていう。誰も知らないところでやってるのがちょっとねキモポイントなんですよね。どんどん溜まっていくから。トロブさん、トロさんはなんかでも前にトロブさんの近くで舞ちゃんと話してて、でその時はトロブさん何にも言ってこずにずっと携帯触ってたんですけど、なんか次の日ぐらいになんか舞ちゃんがトロブさんにね、昨日のお決まりの会話めっちゃ面白くてずっと笑ってたんだよって言われたらしくて、でもなんか話しかけたかったけどなんか入れなかったんだよねみたいな言ってて、でもその話の内容がもうちょうどねあのそのキモいノリの時だったんですよね。だからマジで恥ずかしいんだけどみたいな話を二人でしましたね、舞ちゃん。なんかその時はなんかトロブさん携帯触ってるから聞いてないと思っててずっとキモいノリを披露してたんです。したら実は聞いてたっていう。うん、いやでもトロブさんねすっごいねなんか本当にうん、多分スチューデンツでね、次回のスチューデンツがあの美観地区の倉敷にロケに行ったんですよ、まあ、ちょっと前なんですけど、そのロケ中にそのロケからなんですよ多分トロブさんが私にすごい構うようになったのって、なんかすっごいもう断るごとにそのロケ撮影中も休憩中もずっともう絡みがすごくて、だから多分あの来週から始まるスチューデンツを見ていただけると、まあちょっとどこまで放送されてるか分かんないけど割とトロブさんとの絡みが多いと思います。ハミヤミの時はまだね、ハミヤミの時になんかちょっとテンション高いなと思ったんですよ、収録日テンション上がってるんだよねって言ってて、そっからずっとテンション高いです。うん、もうなんかねその日はまあまだ放送されてないからまああれだけど、ずっとねもうなんか一日なんか10回以上は「おきちゃん元気？」って聞かれたんですね。おきちゃん元気？って、でもうその後もずっと次の日もその次の日も会うたび会うたび、おきちゃん元気から始まりますね。とりあえず私の元気をまず確かめるっていう、私の元気確認から始まる。この間東京にいたんですよ。でも私はあのトロブさんとは一緒にいなくて、帰りに駅でトロブさんと合流って、まあ、トロブさんというかトロブさんとか他の人たちと合流だったんですよ。
まあ、トロブさんっていうかね、まあ、他のメンバーたちに会うじゃないですか。さ、他のメンバーもいるのにトロブさんが私の方見て なんかすごい笑顔だって。マスクしてたけどマスク越しでも分かる笑顔だった。可愛かった、うん、ロキちゃん元気って聞いてきます。うん、嬉しいね。謎テンションだけどありがたいですね。っていう話。最近ハマりのアイスは、ちょうどね、ああごめんごめん、アイス食べてたの。今日の朝ごはんこれ、ちょうどゴミが机の上に、これ練乳ミルクかき氷バー、これめっちゃ美味しかったよ。甘甘でした。ちょっと後で捨てようと思ったゴミが、これねコンビニ行ったら新しく売ってた。うん、なんか普通のアイスで中に氷が入ってて周りに練乳みたいな、めっちゃうましかてでした。甘い、コンビニ売ってるよ。うん、多分新商品だと思う。私も見たことなくてね。うん、ラジオ始まる。そうね、あと30分後ぐらいですね。12時半から。あとね、あのね、プリンも買ったんですよ。なんかローソンに行ったらプリンが売ってて、で、すごいね、あの丸のプリンなんですよ。水風船みたいな、ヨーヨーみたいなやつで、ちょっと面白い形だったから2個買って、昨日1個食べたんですけど、うん、持ってこようか。ちょっと待っててください。これなんですよ。なんていうんだろう、マキ家の白いプリンっていう、プリンで珍しいでしょ、こういう形状なの。これ昨日食べたのと違うな。これ昨日はこれね、これカラメルソースって書いてあるじゃないですか。昨日のはねカラメルクラッシュって書いてて、あのつぶつぶの砂糖だったんですけど、これソースですね。あれ？でもこれは一緒か。ほら水風船みたいでしょ。でこれね、なんか出し方が難しくて、ちょっとお皿に入れたいんですけど、これね爪楊枝で割らなくちゃいけないんですよ。でもちょっと爪楊枝がないからナイフで割りたいと思います。
しいんだよね。ちょっと怖いからこの中で割ろう。飛び散っちゃいけないんだよね。いや割れるかな、怖いな。やっぱ爪楊枝の方がいいかな。フォークにしようかな。これね難しいんですよね。おお、お、起きた起きた起きた。持ち上がるかな。これがプリンです。ちょっと重い。これにカラメルソース、ミルクプリンですね。カラメルソースか。私はちょっとキャンディークラッシュ、キャンディークラッシュじゃない、キャンディークラッシュはアプリだ。カラメルクラッシュの方が好きだったんだけど、ソースもいいでしょ。すごい、めっちゃバニラアイスみたい、見た目。見えるか。こんな感じで。まあでも食べるときは普通のプリンです。うん。で、滑らかなんですけど、まあこうボールとして自立しているだけあって、やっぱなんか硬いっていうか、なんていうんですかね、ギュッとしてる感じはありますね。うん。あと結構あの内容量が多い気がします、この円になってるから。うん、トロトロっていうよりはめっちゃ口の中に残る系ですね。うん、こんな感じです。うん、これはね結構そうですね、食べた感じあります。おすすめ。うん、ちょっとアイスの後の甘いものは結構くるな。ちょっとお茶飲みます。はあ、これローソンに行ってました。値段何円だったかな。なんかもういろんなものと一緒に買ったからちょっとわかんないんですよね。どうなんだろう、なんかちょっと高そうよね、わかんないけど、うん、ぜひぜひ。ハートありがとうございます。これが昼飯。いや、まだお腹空いてないけど、まあ、いずれ食べると思います、なんかしら。醤油でもいける。いや、素直にしとあれにしといた方がいい。いや、見た目がまずね可愛いっていう。なんかこれあれに似てないですか、わかるかな。これ男性の方わかんないかもしれないけどね、三宝石のあのあれなんだっけ、ホイップちゃんに似てる気がする。わかるかな、三宝石って知ってます？知らないのかな。なんかね、小学生の時めっちゃね、小学生女子に流行った通販があって、三宝石っていう、その通販のねキャラクターなんですよ。三宝石知らない？三宝石ね、なんでねみんな知ってたんだろうな。なんか
ウェブサイトなのかな、なんかうちはね、あの家に三宝石のパンフレットみたいなのが届いてて、であの小学生低学年とかでも買える値段、だいたい200円とか300円ぐらいのこうストラップとか、まあ紙ゴムとかそういうのが売ってた、多分今でもあるんですけど、それのね、なんかストラップがなんか生クリームにこういう感じのフォルムに、ここに目と口がついた、あ、ほっぺちゃんだ、ほっぺちゃん、それそれ、ホイップちゃんじゃない、ほっぺちゃんというキャラクターがいたんですよ。そうそう、めっちゃ安いアクセサリーのリボンのいいピンにしか見えんリボン好きやで、うん、すごいね、ほっぺちゃん思い出す、これ見れたら、うん、あと柔らかい、そういうのもありましたね。触り心地めっちゃいい、うん、硬いっていうか、いや、こう触ったら柔らかいんだけど、食べるときは結構ね、弾力があります。スマホ買い替えるの、スマホ買い替えるのは二十歳になってからしますね。ちょっともうめんどくさいんでね、いろいろと未成年は。今日はまあちょっと必要な消耗品、日常生活の消耗品をちょっと揃いに行きたいと思います。もうちょっとね、買い物に行ってなくて結構やばいので、うん、もう一個食べるの、いや、もうちょっとね置いとこう、これはまた今度食べる。雨大丈夫？え、雨降るのかな？降らなさそうな天気やけど、めっちゃ今雲を見たら目がやられた。太陽出てないけど。クマさん、ありがとうございます。クマ。雨、折りたたみ傘持っていくわ、うん、そんな感じかな。私はね、傘ね、ずっとビニール傘だったんですけどね、ちょっとね、最近になってやっぱね、新幹線とか乗ることも増えたから折りたたみ傘がね楽ですね。でもめっちゃ折りたたみ傘嫌いなんですよね、この畳む時とかに手びちょびちょになるから。でもまあ荷物はやっぱ革の中に入れたいんで、折りたたみ傘はやっぱ重宝してます。うん、のんちゃんお仕事中か。え、のんちゃんさんってあれ、なんかあの岡山の仕事いつだっけ。私あれ、のんちゃんさんに言おうと思ったんですよね。岡山県のなんか新見市でなんかあった気がする、のんちゃんさん。それを見て私はのんちゃんさんに言おうと思ったことがあるんですけど、あれは今日だったのかな。あ、今日か。ちょっとのんちゃんさんに LINE しよう。のんちゃんさん
よし。よし。完了。ホタル、ホタル。私は見たことないけど、友達とか見に行ってたな。新見はね、ちなみにね、これうざい。あのね、私の好きなね、浅野敦子先生のあの小説のバッテリーっていう本があるんですけども、野球のね、私めちゃくちゃそれが好きなんですけど、もうなんならバッテリーのおかげで小説好きになったの。あれバッテリーの主人公たちは岡山県にね、岡山県が舞台の話なんですけど、岡山県の、まあ、架空の市ね、新田市っていうところに主人公の原田匠くんたちはまあいるんですけど、多分ね、新田はね、新見のモデルなんだよね、多分ね、うん、多分やけど名前が似てるからっていうのもあるけど、多分ね、うん、だから自分の中で割と新見はね、ちょっと特別視してる、うん、多分、いや、わかんない、本当のモデルは違うとこかもしれないけど、なんだったっけな、でもなんかバッテリーさん、バッテリーの漫画を描いてる作者さんが取材に行ってたの、多分新見じゃなかったかな、違うのかな、わかんない、他のとこかもない、知れないわ、うん、そうそうそう、撮影は美和作、そうそう、映画の撮影はね、美和作市で行われたんですよ。うん、うまい、まあ、好きなところ、好きっていうか、好きな方は、バッテリーも好きな方はぜひ覚えておいてください。っていう情報。行かれる方いるのかな。浅野敦子さんってことあれ、お会いしたことはないんですけど、でも自分のあの STU48 のガイドブックの未来航路の時に浅野敦子先生の小説を持ちたいっていうお話をした時に、その未来航路の担当の方が浅野敦子先生に電話して、で使いたいんですけどっていう許可をいただいて、あの浅野敦子先生には未来航路をお渡ししたんですけど、私もそれにあのサインと、あとちょっとあのなんていうんですかね、書かせていただいて、それを渡していただいたと思うんですけど、でも私はね、あの お会いしたことはないですね、うん、それはね、でも嬉しい、うん、ありがたいですね、それはめっちゃ嬉しかったですね、すごく読みやすい、読みやすいっていうか、こう自分の中で一番読んでてスッと入ってくるのが浅野敦子先生の本だから。ザ・マンザイ読んだ、めっちゃ読んでる。ザ・マンザイはもう中学高校かな、中学生の時からね、ずっと読んでましたね。ザ・マンザイとナンバーシックスは中学生の時の私のガイドブックガイドブックバイブルでしたね、うん、福音の少年とかも好きだったかな、まあでも一番はバッテリーかな、うん、
小説の方、そうです、女優さんの方ではなく。そう、アニメ化され、バッテリーはね、謎にね、割と最近アニメ化されたよね。うん、ナンバーシックスもアニメになってます。バッテリーはね、私結構ね、アニメのキャラデザ、キャラデザよりは漫画派なんだよね。漫画っていうか、その原作小説の方なんだけど、アニメはね、ちょっとね、主人公がちょっと挑発になってるんだよね、髪の毛が若干。うん、それがね、ちょっと僕はね、ちょっとね、短い方が良かったかな。まあね、ね、漫画もね、バッテリーはずっと作者さんが、ね、休業されてて、全然8年ぐらい新刊がね出てなかったんですけど、あとね、最新刊もまあちょっと結構2年ぐらい前に出て、まだずっと待ってます。ずっと待ってます。ちゃんと電子書籍でも揃えたね。うん、そう、8年6年ぐらいかな、ちょっと休業されてて。匠みたいな中学生どう思う？めっちゃムカつくよね、多分いたらね。でもね、うん、かわいい、超かわいい。ぜひぜひ、いい作品なので。最近小説を読む機会は結構減りましたね。10分前です。お、本当だ、12時20分だ。ちょっと皆さんもね、まだ撮ってない方はぜひこの WithRadio、 この TikTok の隣にある WithRadio、ぜひぜひ。ちなみにね、私入れたアプリをなかなか消さないことが多くて、今入れてる中とかでもね、このこれとかね、使ったまま消してないんですけどね、この再現 CG メーカー、こう一時流行ってたやつ、これもね、結局使わずに入れたままなんですよね。うん、これなんか一回ちょっとツイッターとかで流行ってましたよね。これ撮ったのは撮ったんですけど、結局使ってないです。うん、動物タワーバトル、あ、動物タワーバトルは消したね。さすがに。うん。あれ面白かった。私はね、アプリはね、あ、でも今ココアさんがめっちゃハマってるやつ、私もちょっと前に一時ずっとやってたんですけど、なんだっけ、ウッドパズルだっけ、なんかウッディパズルだ、ウッディパズルっていうパズルゲーム、パズル、うん、パズル、テトリスみたいなやつは一時本当もう一日何時間もやってたんですけど、それをココアさんがやってて、この間ココアさんと新幹線隣だったんですけど、ずっとココアさんそれやってて、あ、取り憑かれたんだなって思った。いや、私も本当狂ったようにずっとやってたから止めらんないんですよね。木のやつです、そう、ポコ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 みたいな、ポコ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 みたいな。あとは遊び心っていうシリーズ、会社の名前なのかな、遊び心シリーズでいいのかなっていうやつの、脱出ゲームは結構やってますね。なんか世界観がめっちゃ好きで、うん、いろいろあるんですけどね、ね、どうやって喋るんだ。
最近これやった脱出ゲーム、縁日からの脱出とか、あと何やったかな、何が面白かったかな、あと脱出実況生放送とかやったし、なんかねこれは世界観が好きです。あと何だっけ、割と実況ゲームはしますね。あの実家にいた頃は妹とよくやってましたね。ホラーっていうかホラーのデステスゲームもあるし、でも基本はホラーではないですよ。で、これも好きなんで、あやかし、全部遊び心シリーズなんですけど、あやかし夜市っていうのかな、これは結構ね世界観がめっちゃ好きっすね。でもそんなにね脱出ゲームじゃないわ、スマホゲーはやんないです。だから本当にそのウッディパズルとこの脱出ゲームくらい、まあ、あとはなんかたまにツムツムブームが来て終わるみたいな感じですか、あんまりそんなにやんないですね。あんまりやないかな。やる人はめっちゃやるからね、舞ちゃんとかクソゲーばっかやってるから。人狼とかね、一時やろうとしたけどルールが分からなくすぎてやめました。まいちゃんでも一個めっちゃハマってるアプリあって、それずっと言ってる時ありましたね。それはクソゲーではないんですけど、結構頭使うやつ。25分、あと5分や。皆さんもぜひぜひ準備はよろしいですか。麻雀入れてる、麻雀ね、私分かんなくて麻雀入れてないんですよ。でもね、うちのパパがやってますよ。うちのお父さんね、これお父さんの携帯なんですけど、ミカニャンなんですよ。これはねミカニャンに送るように撮ったんですけどね。そう、お父さんめっちゃ麻雀好きなんですよ。多分メンバーミカニャ以外多分知らないと思うんだけど、ミカニャでやってます。私ちょっと麻雀わかんないんだよね、ちょっと入れてみようかな。七並べですらですね、わかんなかったぐらいやから。ミカニャン推しっていうか、まあミカニャンが唯一わかるっていう感じだと思う。私が話題に出すのもあるし、これをミカニャンに言ったら嬉しみみたいな言ってました。ね、すごいよね。あと3分で始まりますね。まあ FM 岡山をね聞ける方はぜひそちらで聞いていただけたらなって思います。麻雀難しいね。
でもお父さんめっちゃ麻雀好きで、ゲーセンとか行っても麻雀とかいるぐらいには麻雀好きでしたね。皆さん、ビズラジオはよろしいですか？ぜひ感想の方はハッシュタグハミアミスティーフォーテートでよろしくお願いします。ついね、最近フォロワー1000人迎えまして、ハミアミさんが嬉しみです。まあ結構ね、いろいろとつぶやいているし、フォローぜひねしていただけたら、またより一層楽しめるんじゃないかと思います、うん、ちょっとめっちゃ絡まってるんやけど。めっちゃ絡まってる。よしよしよ。あと一回。よし。おお、あともう一個あった、絡まってるところ。Bluetooth ね、持ってたんだけどね。充電がちょっとやっぱり。やっぱりなってポイントよね。よいしょ。Bizラジオを開きます。さてさて。ラグ2分、そうですね、ラグがちょっと。 FM の方は始まった。あ、じゃあちょっとFM で聞いてくださってる方とね、ラグがあるかもしれません。ラジコはね、ラジコはやってないんですよ。始まった、いいな。いいな、ワクテカワクテカ。あ、そういえばあれよね、瀬戸宗もそういえば一緒のあれじゃなかったっけ、時間。ね、一緒の時間よね、確か。ちょっと皆さん二台お持ちとかで。あ、瀬戸宗もう始まってんじゃん。ちょっと待って、聞けるかな。始まりました。この時めっちゃ滑舌悪いんですよね。トロベさん、
アミラセ、アミラセ STU48 タイトルコール。あ、のんちゃんさんから LINE 来た。まめたに会ってくるねって今週のオープニングナンバーは夢路から。お、言ってる。人生なんてどこまでも坂道ばかりで、真面目に生きるのが嫌になってくる。はいはいはい、走り出したあの頃は平坦な道だったから、疲れなんて感じずに先を急いでたよ。大人になれば無理しないで歩きながら、周りに合わせるように休む理由どこかで探してるんだ。そうぜ、おー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 、汗かいてふんばれ全力で行こうぜ、おーおー、無我夢中なんて今だけだ、いつだって青春は短い。フルなのかなこれ。やりたいことはいつだってお預けにされて、自分の満足はどこに置いてきた。優しい無理に揺られたゴールに向かってた。幸せ感じる場所にたどり着けるのかな。積んで近道とか分かってくる。それでも無直の幅に脇目触れず、まっすぐ進むしかない。よろしく、おーおーおー、イメージを描けよう。最後まで走るぜ、おーおー無我夢中。あ、間違えた。みなぎる僕らはここからがすごいぞ、何度も求めたと。あちらは待ってしまっただろう、その先にもう一度。夢路からずっと流れてますけたお姫様、ララララララ人生歩もう、世界で一番愛してる。はい。はい。おう。はい。OKです。ハリマの国からさん、ありがとうございます、お便りお、もう一つ？トルブに入部しちゃうかもさん。おすすめフード STU48 号のおすすめフード、あ、今だったらアイスコロネですね。ちょっとその時はね、
収録中はまだアイスコロンなかったんですけど。ちょっとね、ふくよかな方だったんですよ。美味しそうに、うまいって言いそうなお方だった。なんでトロブさん知らないんだろうっていうのフードのこと。フード本当に美味しいのでぜひ食べてみてください。新コーナー、おー、新コーナー、おきちゃんといただきます。これね、チリパでね、放送より先にね、ちょっと私が情報公開してしまったんですけど、特に突っ込まれることはなかったんですけど、実はここが初披露っていうね。すごい確かにのんきな BGM。 うん、そう、スイーツをね、ちなみにこの時の写真があります。いつだっけな、これですね、これを食べました。これラジオで食レポって結構難しいですよね。ありがとう、だるまもありがとうございます。お、最初はトロブさんから食レポいただきます。トロブさんの食レポ力はいかに。30秒、うんうん、スタート。ズルっていうのはね、あのなんかスイーツのあのこうチラシみたいなのをこう読み込んでました、情報を知ろうと。スプリング6月放送なのに。スプリング。ちなみに、ね、私はね、ステューで食レポ前のはね、パルトさんだと思うんですよね。まあこれは来週放送のスチューデンツをね、4週見ていただけたらいいと思うんですけど、パルトさんがダントツでうまい気がします。
ガイルな感じの、うん、意外と結構拍手いただけてますね、うん、結構いただけてるな。トロブさんの勝ち。私の方が盛大な拍手。ホームで負ける、確かに瀬戸内の声がここに来て早いな。15分ってめっちゃ早い。じゃあピースして、うん、すごい褒めてくれてる。嬉しいな。乗っ取られない。やめてやめて。はみやみは青木ゆかのものだ。リップかわいい、ありがとう。赤リップ、はいはい。ツイッターはアットマーク STU48 ハイフン FM 岡山です。 FM だけ大文字で、岡山が小文字です。バイバーイ。見た落ちるなら出せばいい。バイバイ。めっちゃエンディングの悲しみは瀬戸声流れたらめっちゃエンディング感すごい。終わった。終わりました。あみだせあみだせして予報デート、ありがとうございました。時間経つの早い、確かに。それな。そして、来週はカホタルさんでございます。カホタルさん結構ねおしゃべりしましたね。その後喋った後ね、お肉を一緒に食べました。美味しかった。来週もぜひお楽しみに。そしてね、まあ、トロブさんはあのここからテンションが高くなって、来週放送のスチューデンツで、すごく仲が深まりましたので、ぜひそちらも見ていただけると嬉しいです。というわけでね、まあ、ちょっとお昼のショールームはねこれにて終わろうと思います。ちょっと今回はね実況配信でしたけど、またね、まあ、土曜日はね、まあ、できる限りはちょっとまあハミハミのね宣伝もしていきたいなと思います。まあ、実況もね、まあ、できる日はやれたらいいなって。今日の夜はね料理でもしようかなとか思ったり思わなかったり、ラジバンダリです。
餃子が食べたい気分だな。まあちょっとそこはまだ予定は未定ということで。とりあえず一回ちょっとランキングを読みたいと。では13位から読みたいと思います。13位がリアさん、12位がぐんちゃんさん、11位がスウェンさん、10位がニコちゃん、9位がしょうちゃんさん、8位がムルさん、7位が市下さん、6位がトニーさん、5位がいとちゃんさん、4位がまきさん、13位から4までの皆さんありがとうございました。そして3位がまっかさん、2位がとうとうさん、そして1位がうささんでした。最下位1までの皆さんありがとうございました。パチパチパチありがとう。まなるべく水餃子じゃなくて焼き餃子、今の気分はね餃子なんだけどね、まあ、その時の気分によってもしかしたらなんかカレーとかになるかもしれないし。見てくださってありがとうございました。まあよかったフォローの方もお願いします。あはみなさん、皆さんの感想はハッシュタグはみあみ STU48 で、はみあみはカタカナで STU48、 STU は英字でお願いします。待ってます。というわけでありがとうございました。バイチラポー、3、2、1ありがとうございました。